いやー、いまだあの爆してみかん出汁がすげえ残ってる。ゆったっけーな、マジで。さあ、懐かしの登場です。松姫、いいよいやー、そう、この色、この色。この色、懐かしいなまあ、たまにはねって、キムみたいな感じで参加してくれたんだけど、俺はそれだけでも十分嬉しいです。さあ、あっという間に画面発進。あ、そういえばなんか次回作のステージがなんかもうなんかちょっとだけ広くなってるらしいですね。あ、なんか全体的にこのゲームなんか2枚半ぐらいあるけど、向こうのゲーム多分3枚ぐらいあるんじゃないかな。結構広くなってるらしいです。だからなんか簡単に画面端に追いつかないようななってるとかなってないとか、そういう話を聞いた。あっという間に画面欲しいっていうのはやっぱり少なくなってるらしいよ。さあ、始まりに戻って JC 空対空8番 DC DC 怪しい連携、空投げを抜ける JC カウンターヒット。メルブラみたいなウィングの時間の長さ。さあ、見てからしゃがんだ。これは 8D インフェルノ空投げびっくりした。一方選手はアルトスラグナ。さあ、あれは表当て裏落ちか。怪しい JC。 タチリ使ったがおつかみなし。インピッシュ5番タチピー三振。インピッシュ突っ込むがそこにはラグナがいない。さあ、しっかり空対空取ってってワンエリアル。まだおから起きてみは中断。たまるスパース吐いてガンダッシュ三振。強気ミディからラフキャン下段下段5番投げるデッドスパイク 6B タッチから。さあ、バーストはまだ吐かない。我慢した。後ろだけ壁番バーゼンバーゼンリリー変える。発進し最後と最後で三振。どうだい置き攻めは様子見してって上り中断。バース入って仕切り直し。逮捕東大率ラグナの進行を高めていく。逮捕 JCJC 東大率パーセンパーセンリリー。三振嫌いカエルも働く。三振インフィッシュレッドスパイク。おそらくブラックガイモネマネージー。何が見えた。まあ、5位の店員さん、そう、5位の店員さん、ふにゃきゅう中堅先鋒戦ガントレット。さあ、ディレクかかってないからあれはエリアでいけないが、ダメージはしっかり取っていく。怪しい片目から攻撃が届いてないぞ。あばやトスか中断。剣が届かない。タッピー三振が当たる。この城はいてぞ。タッチ西ジェシー J 西ビットキーのビットがうまく働いてエレル持っていく。まだまだ伸びる。崩壊の敵5000から6000ちょいかな。ハバキュリー TV が当たる。まあ、こんだけ減るならね、削除だよ、削除。バイバイ。あー、ヘルパンぶっ込んで、タッチパン拾い。6位からデリデリベリエレッジ。怪しい。うわー、なんだこれ。プールのハバキュリー5番からチラ見える。ガントレット見えない。ジェシー・ジェリー、ジェリーからインフェルノに繋げる。つなぐい。さあ、なんかバーセミっぽかったが、バース相手はないぞ。ジェシー・ジェシー、ベレレッチ、ログビー、デッドスパイク。安定エリアル。さあ、2段目まで行っちゃった。思わずびっくりして、追加も出さない。
さあ、2B 見えたか、しゃがみくらい、6B。一本取り返す、アルサム、ラグナ。ポンスカ出して、上級有利を取っていく。6A、大塚さんも当たってないか、6C 当たる。さあ、触れるの嫌だと思わず返して、ぐぐぐい、ぶっ張っていく。グーだけ、50% ないから安いか。さあ、めくりたすび、もわれたえ、なんか一個ちまってですね。おブルノブルグイどっか後ろ飛んでて前戻してて金馬バッテリー拾いブラックイン8B バッテリーガントルトハール 6D インフェルノバッテリーけグダチエリーベルリチバッテリーまだ始めさあ、まだまだワンチャンあるが削り死んだバトナー船級わらつばき中堅戦開幕はステーションさあ JCC ぶっ込んでいったがビットが邪魔した模様解放してアメリカの2人当たるこの城を痛いぞエリアの持っていけないぞ中断見えないぞステーション距離離して置き攻め様子見さあ JB が怪しく当たってフルナスルギーリーゴ砲撃昇竜拳アッシーシー何も当たってないがさあカーフだが勝利券しっかり切り返して JCC 8番広いから画面8 6C 2本撃鋭角の最終お互いピョンとんでさあ空対空は空の撃センターもう行きなさい JC8C のエリアルもう1回空中放り投げて空投げわからん殺ししていくスタイル一本選手はわらつばき第2ラウンド、開幕 D5 砲撃、C5 砲撃中段たるが、足が短いさあ、キーパーそうして、つぬぐい漏れつぬぐい漏れるね、みんなさあ、おっかけたしびっくりしたたまるのバース吐いて、D5 砲撃さあ、つぬぐいが結構働くさあこれは痛いぞトスカ指導は減る減る上がってないさあ翼で取れず逃げてうわー 6C 置いてあったバーストは開かない模様一本取り返す不二球最初ラウンド回復 2B 差し込んでワンダウンさあビットがインストール邪魔してって JCC いやー恥ずかしさ強いっすねあれチュダウンつぬぐい JC ぶっ込みチュダウン見えない 6BB C 期最終 B 期最終さあ前線刈り取ってエリアル 2CC ご褒美に時の青春お互い飛んで地上投げアーソルヒート今日よく見るなー光の剣を構えて投げちゃうよいしょ長いもういいよ分かったよお前の勝ちだよさあ大将中堅戦大将その組み方に言ったじゃねえ通るおやべえな言ったってなんだし
もう初めからフォークで突き抜ければいいのに。姉さんフォークだーって。さあちょっと複雑な展開から試合が動く。 GACC からワンコンボ、バックステブリオ、ブリオ聞こえた今、ブリオ聞こえた今。うわーギジガフバランできない、ミスった。サーチスエラー、ブリオアレグレット、ブリオ、いやブリオ大好きですね。さあアサッツの方向からバランス飛んできて、姉さんお願いって。まあ一番強ではそれなりに音量がでかいんでね、聞こえるはずなんですけど。一本選手はウェリシル幼稚園、それが見事トールカルル。ブリオお前どんな判定してるねん。3年差スイングに勝利権合わせて姉さん動いて動いてって押し込んでいく。うめえうめえ、あうめえこいつ。どこ勝利権リビアバネ、姉さんナックル様子見から 6B しろ、何もつながんない。さあエントリーいっぱい止めて、姉さんナックルバランテ攻撃カキドン、ミスった。怪しい片目めくれない、あれぶっ壊れた。今目であるしようとしたし今。さあ裏足の簡単だね、時間を稼いで攻める。えめくりなんか JDC あるんですけど毎回ビビってんだけど。さあノアが安いって言ってるが、こっちも金バースト、お前もやるなら俺もやるってやり返していく。さあフォークは釣りでした、実は投げてカウンターサルト、ブリを 3cc のこのスクールに中断。Go my way。 え、いや何もわかんないけど、アイマス、アイマスだろうな、どうせ。俺なんかモバワスのミリアちゃんがすごい可愛く見えるんだけど、まあそんなことはどうだっていいでしょう。最初の最初戦コールとミーア、いてー気象剣指導受ける。次回作ジンのゼッカ人が 2DC にコマンド変更されていて、でなんか一瞬で終わるらしいですね。ゲームスピードがやっぱり速くなるためだろうけど、まあゼッカ人という技を消したくない配慮でしょうね。あとは空中 D 飛翔が確か1枚しか出ないような、横にしか飛翔剣が出せなくなっているような設定になっている。なんか斜めに出せるようになってて、なってなんか攻めるのが下るような、そういうのをやめるような設定になってますね。あとはまあやっぱり注目すべき点は空中なんだっけ、あれ動画表示、動画表示じゃねえやあ、記憶記憶、空中記憶、あれがね追加されたんで、まあみんなも望んでたんでね、あれがどういう風にいっていくか結構見どころなんじゃないかなって思ったり思わなかったり。あとはなんだっけな、カルルのオーバードライブがなんかカスみたいな技で、あれの動きがちょっとだけ速くなるみたいな。まあその速くなったところで、まあ、どういう風な連携ができるかっていうのがまだ研究されてないんで、まあ研究されてくればそのオーバードライブもうまく使えるような技になったりするでしょう。今のところ誠とカルルとアラクネのオーバードライブが結構使えないみたいなこと言われているけど、そう、まあ、やっぱり実際稼働すればね、それなりに研究されて分かることも見つかるでしょう。さあバースト吹かして 8D が怖い、フォーク押さえて中段当たらない。さあ JDC ぶっ込んでバース入って、え突衝撃、おっとなんか画面がめっちゃ下になってよく分かってないうちになんか取り返してる。いや最終ラウンド、コパンタイクうまいね。さあ JD から最強キズメ 6B サシピンで爆発して、サシーにバース倒して
マジリン、ジェイミーぶっこんで、ワンコンボ。ミスター、ボール水につきだす今日。さあ、ポパン暴れ、通して三振が当たらないが、グー投げで、フォローしていく。受ける。弱いぞ。弱っ。無理よー、ひとけなー。姉さんお願い。ハチリ三振一目、姉さんが出してる。さあ吸い込んで六振、なんでやねん。うわー、あー、合宿のガチ死んだ。勝ったのはソウルチーム、おめでとうございます。じゃあ言ったソウルチームなんだけど、ちょっと俺トイレ行ってくる。じゃあじゃんけんだけしといて。思っていたより先輩が怖くなかったので安心しています。それでは失礼します。